町田ゼルビアとは僕が選手で在籍している頃から J3 の頃からのライバルで一度も勝ったことがないので選手たちにはぜひ、その壁を打ち破ってほしいと思います。ホーム開幕戦7000人を目標に、宣伝対策委員長として、告知活動を行っています。ぜひ、友人ご家族をお誘いの上スタジアムに足を運んでください。よろしくお願いします。非常に面白い試合ができるんじゃないかなと思っていますが、うちの選手たちも頑張って日々練習していますので、そこで、全力で戦ってくれると思います。ファンサポーターの皆様には、全力で選手を後押ししていただきたいと思っておりますので、金沢さんとスタジアムにお越しいただいて、選手をサポートしていただければと思います。